Bonjour! Online Frantsugo Gakko! Ensemble en français 講師の Vanessa です。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。はぁ、宝くじを買ったんですが、当たりませんでした。当たると思って、たくさん買い物をしちゃったのに。はぁ、全然お金がありません。私は、全然お金がありません。をフランス語で言うとき、ある野菜を使って表現します。さて、何と言うんでしょうか？ Je n'ai pas un radis. Je n'ai pas un radis. Je n'ai pas un radis.Je n'ai pas un radis. 直訳すると、私はラディッシュを持っていません。これで全然お金がありませんという意味になります。だった一つのラディッシュすら持っていない。ということで、お金がないという意味なんですね。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、Ensemble のレッスンでお待ちしています。Au revoir! À bientôt!